行います。両校の選手が整列します。公表します。全国高等学校野球選手権大会の新たなスタートとなった第101回大会が幕を閉じました。今大会は稀に見る接戦、熱戦の連続でした。延長に入った試合は7試合、サヨナラで決着した試合は5試合ありました。さらに1点差の競り合いは実に15試合を抱えました。選手諸君のたゆまぬ努力の成果、その実力を遺憾なく発揮した結果だと思います。大会第8日、敦賀気比の杉田君は大会6度目となるサイクル安打を達成しました。大会第11日の第2試合、星稜と智弁和歌山の試合は今大会で唯一タイブレークまでもつれ込む接戦で、記憶に残る試合となりました。星稜の奥川君の計23奪三振の力投に、智弁和歌山の投手にも熱がこもり、1対1のまま14回へ。最後は福本君がサヨナラの3点本塁打を放ち、
星稜が3時間近い試合を制しました。履正社高校の諸君、初優勝おめでとう。昨年の大阪桐蔭に続く大阪勢の優勝で大阪の強さを全国に印象づけました。1回戦で1試合チーム最多タイの5本塁打をマークするなど、4番を打った井上君を中心にその長打力には目を見張るものがありました。先頭打者の桃谷君は準決勝までの5試合全てで第1打席に安打、取るべくして得点を重ねていきました。2人の投手を中心とした守備も高い水準にあり、頂点に立つのにふさわしいチームでした。星稜高校の選手のみんな、準優勝おめでとう。素晴らしかったのは投手力だけではありません。準々決勝では22安打17得点と大会中盤以降は打線も活発になりました。第77回大会以来の決勝進出を果たしたのはチーム一丸となった結果だと思います。本日の決勝戦で高校球児の夏は全て終わりました。しかしこの瞬間から皆さんの未来が始まっています。新たな目標に向かって挑戦を続けてください。皆さんはこの大会で大輪の花を咲かせましたが、花から始まる花はないと申します。3つの PR で始まる単語を皆さんに送ります。プライド、甲子園球児という誇りを胸に、プレパレーション、一つ一つ準備を積み重ね、そしてプログレス、一歩一歩これからも着実に歩みを続けてください。皆さんの輝かしい戦績は歴史の新たなページに記されようとしています。選手の皆さん、本当にありがとう。
表星稜高校に準優勝盾が贈られます。大会会長渡辺正孝、
朝日新聞社社長が閉会の挨拶をいたします。新たな100年の始まりにふさわしい素晴らしい決勝でした。最後まで惜しみない声援を送ってくださったスタンドの皆さん、全国の高校野球ファンの皆さんとともに両校の健闘を称えたいと思います。選手の皆さん、ありがとうございました。1915年大正4年の第1回大会で優勝したのは近畿勢の京都日中でした。昭和最初となった第13回大会は四国の高松商業、そして平成最初の第71回大会は関東勢の帝京高校が頂点に立ちました。そして今回令和最初の101回大会を制したのは近畿勢大阪府代表の履正社高校でした。ここまで全試合で2桁安打を放った強力な打線は今日も健在でした。春の大会で敗れた星稜に勝つことを目標にハードな練習を重ね、チーム一丸で勝ち取った栄冠です。全国3730チームの頂点に立った選手の皆さん、改めて初優勝おめでとうございます。そして準優勝は石川県代表の星稜高校です。奥川君を中心とする盤石な投手陣に加え、打線も随所で勝負強さを発揮し、石川県勢として初の優勝まであと一歩のところまで詰め寄りました。多くの感動をもたらした素晴らしいチームでした。どうか胸を張って地元に帰ってください。厳しい暑さの中、大会を支えてくださった審判委員をはじめ関係者の皆さん、阪神電鉄阪神甲子園球場の皆さん、本当にお世話になりました。また地元兵庫県西宮市の皆さんにも心より感謝を申し上げます。第101回全国高等学校野球選手権大会はこれで全ての日程を終え閉会いたします。鍛え抜かれた技と力、相手選手をも気遣うフェアなプレーに魅了された17日間でした。甲子園は新たな100年も全国の高校球児の、そして全ての野球ファンの憧れであり続けると確信をいたしました。伝統を守りつつ、しかし変化を恐れずに、この夢の舞台を私たちはこれからも全力で支えてまいります。来年の夏はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。甲子園は五輪閉会式の翌日8月10日のスタートになります。またこの場所でお会いするのを楽しみにしております。皆さん本当にありがとうございました。国旗、大会旗を下ろします。両チームの選手は回れ右をして掲揚台の方を向いてください。役員、選手は脱帽してください。スタンドの皆様もご協力をお願いします。大会歌を演奏します。
Oh,
賞をもちまして第101回全国高等学校野球選手権大会を閉会いたします。司会は兵庫県立伊丹高校上田瑠璃と向川女子大学附属高校